落ちてたので。日本17矢印18位〇〇〇〇〇韓国23矢印22位〇三角〇中国79矢印88位〇三角北朝鮮。まあ、チームスポーツは弱いな中国。本気でやればすぐ20位以内にはなれるやろ。金持ってんのやからもっと派手に投資せえや。いつだかブラジル人聞かさせまくってなかった。なんでなんだろね。サッカーファンの目も超えてるし、メディアは代表に厳しいし、資本も充実してたし、上級リーグが開幕される時にはあと10年か遅くとも20年もしたらアジアサッカーは中国が先頭を走るとか言ってたし、説得力もあったのにな。ダブルハイの出場枠を90チームに拡大しなきゃな。1勝4分1敗より3勝2敗の方がポイント低いのかな。日中間で中国が一番失点少なかった中国の勝ちだ。アジアカップに出場したほとんどの国がイメージしてたより強かったけど、中国はイメージ通りだった数少ない国だったしな。